どうも、ソガです。ラムラーナ始めていきます。まずちょっと最初に、危険、この先立ち入り禁止。前回ですね、看板とかの読み方を覚えたので、ちょっと一旦、こわまじだ、あいつやばいな。看板とかが読めなかったところを読んでから、またちょっと迷宮の方に入っていこうかと思います。で、この骸骨も読めるんじゃない？あ、こいつかよ。地図もらったから、見ながら歩いてたら落ちて死んじゃった。えへへへ、どういうことなの？どういうことだ、これなんだ？死ぬ前に即死できんかったってことやな。それ辛いな。あー、やめてください。お、考古学辞典。活文？バリ島の活文に、活文だ、取る。に近いが装飾が異なっている。すげえ。じゃあこれあれや、導きの門入ってすぐの巨大な顔にも使えるんだ。ここにも使えるんじゃんやけん。わ、できた。ラムラーナ遺跡辞典。旅立ちの壁画。遺跡の中では比較的新しい壁画。ラムラーナの遺跡の歴史がまとめているらしい。で、ここに隠れとったやつも読めるんちゃう？この遺跡に入るもの、そこ、そうや、読んだな。これは前回。よっしゃ、じゃあやっていくぞ。来たぜ。ほら、出た。考古学辞典、人面壁画。メキシコのオルメカ文明の遺跡ラベンタに点在する巨大人頭像に酷似。よくわからんけど、この辺りを読んだもんね。覚えてましたよーだ。で、今回は古文書リーダーをちゃんとセット、あれ、あ、ここ、そう、古文書リーダーをちゃんとつけてきておるけん、もう読めるはず、読めるでしょ。うわ、出た。ここは母の眠る場所。死をも恐れぬ勇者の身が進むことを許される試練の道なり。言うて、あれ前回ほら何やったっけ、死に対するうんたらかんたらで勇気を持ってっつって、棘山に入ってって、無事だったこともあったけん。もしかしたら、ああいうのが結構頻繁に出るんかな。これさ、この銅像さ、これも殴ったらなんか目から光線出たけど、あ、でもこいつは反応せんのや。あれ？何が違うんや。で、この骸骨は読めんと。やばいな。なんか、どの骸骨を読んで、どの骸骨を読んでないか。あ、これ読んだな。あ、で、いや、嘘やろ。え、マップ手に入れんかったっけ？マップ手に入れたのに？手に入れたのに？さっき地図手に入れた、出たよな。俺気のせいじゃないよな。え、地図で出たって出たけど、地図を持ってないというか、この辺りの地図がわからない。ああ、はいはい。これさ、反応するやつと反応せんやつがある、なんなの？ほら！生かすぜ。さあ、じゃあこいつも読めるようになるはず。ここは導きの門。この地を荒らす者を教えと導く場所なり。なるほどな。あれなんか、ところどころにさ、たまに天井とかに梁があるけど、あれもなんかいつか落ちてくるやつとかありそうやな。ここも読むぞ。天に三つの光を灯せ。え？三つの光？その天に三つの光を灯したら、ここの宝箱が開く的な。うわ、お前、どんな落ち方してんのそれ。さあ、ここも読めんかった石碑が結構あるとこだ。お、勇気を持つ者よ、力を手にせよ。何時力を望むなら、何時の勇気を示せ。これって右下っていうか、そこの、うわ、ちゃん、え、何？え？もしかして、何がダメやったん？なんかここだけちょっと色違う。ここは聖域である。緑に傷つけるべからず。戒めを破りし者には天罰が下る。下りましたね。なるほどな。で、ちょっと思ったんやけど、さっきなんかこの同じ銅像ってか、何？石像？これ何や？まあ、像をさ、叩いた。こいつの時だけビーム出たよ。
一定間隔で左に飛ぶ。え、なに？はい、戦んでも来るん？ってことは、このさ、光線を追ってさ、あ、別に何もないんや。もう一回ちょっと出してみて。あれ出ない？なんなん、気分やな。もう一回打ってこ。おしゃ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 。ダメか。見当違いか。来た来た来た。ここの右下のちょっとところ入っていこうかな。さっきのなんか青いビーム出してくるあいつの上は新しいエリアというか別エリアになっとるけ。まあ、まずは導きのも。え？人ですか？何？体毛使っただけ、下半身だけ黒い毛のライオンってこと？これ人？どっち？ここは？ガーディアンに挑む者よ。己の力を見定めよ。力なき者には死が。己を鍛えて挑む者には未来が。オッケー。あれ、これ上でこれどうやって飲む？待ってよ。あ、重りあるわ。待ってよ、これ。こんな露骨な罠に引っかか。あ？こいつは？こいつ喋れんのか？これは？考古学辞典、人面壁画。メキシコのオルメカ文明の遺跡、ラベンタに点在する巨大人頭像に酷似。これ、変わらんのが書いてることは。おもしは？うん、うん。は？どういうこと？え、なんだったん？こいつは先のに引っかかったってことか。上側に行きたいんやけど、これ上にはどうやって行ったんやろ。あっちからジャンプで届かんやろし。届くか。あー、ダメ。前は。見つめ合う顔の道ってのは空中回廊にあったんだ。見えない床を見つけたぞ。でも浮かれていたら落ちてしまった。はぁ、あ。見えない回廊。ちょっと、なんつったさっき。見つめ合う顔の道。見合うか。あ、ぶちゃん、あちゃん、あなたびっくりするよ。何あれこれ。口開けたらめっちゃ怪しいじゃん。変わらん書いてる。え、こいつらは何だ。おお、あちゃ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 あ。くそ、たばかりよく。上も届かんだ。ほい。あ、やったマジで。やっぱ最初のステージやけんか知らんけど、割と優しい。あ、あー、やった、地図を手に入れました。あ、なるほどな。じゃああれか、そこで死んどった骸骨の地図は、外の地図か。で、この地図で、あれ、この地図で、あ、出た出た出た。あ、なるほどね。導きの門は、こんだけのブロック分の部屋があるってことか。了解。たださ、あ、あいたし、めっちゃ痛え。これ何？謎解き臭い。ちょっと、小森さん邪魔。あ、取れる。危ねえ。ここだけ色違うんだ。ちょっと待ってよ。危ねえ危ねえ。画面端やりにくい。お、今ので小森死ぬの？やば。お、あ、何？いや、出たんはわかるけどさ。これ上にどうやって行った？こうなんかさ、この真ん中のところに線が入っとるけん、なんとなく、ここからなんか上にリフトが上がってきて、かな？おし、え、ちょっとー、どこまで落ちんの？やば。今どこ？ここ。わ、あ、だったらなんか一旦一番下まで行こう。何あれ？ちょっと可愛いんやけど。これは喋らない。白き箱を押すものよ。白き床は、白き箱と光れや。なるほどね。はいはい。ちょ、これ見えんけど、地味にここ針があるんや。すごいな、立ち悪い。いいぞ、なんかめっちゃお金手に入るよ。まあ、一旦ここの下行くか。
ギルドは隠れて店を営む。金と引き換えに力を譲ろう。ちょっと待って、またあの天罰瞳がおる。あのなんか速い豚、左何あれ、めっちゃディフェンスするやん。あいちゃーい。え、わ、なになに、危な。これ何や、なんかマークが書いてある。人、水と、これ左の真ん中何、これナイキこれ右は何。あ、いった。やばい、あとちょっとで死んじゃう。あかんあかん。うわ、なに、ちょっと待って、これちょっと待ってよ、これ気づいてるぞ、ちゃんとここに針があるん。巨人たちの悲しき物語、そこには巨人たちの悲しき歴史が記されている。なるほど。で、ちょっと待って、とにかく面白い、ってか、そういえばこのゲームって死んだ場合のなんかその、あの、何やったっけ、デスペナとかってなんかあるんかな。ん？ああ、そこが開くだけ。あの、左端行きたい、左端。おっしゃ、オッケー。はい。輝きの屏風岩、屏風岩だって。の場所が分かったぞ。でも何か扉のようなものがあって進めない。引っ張っても開かないし、そもそも引っ張るドアノブないし、ひょっとして押すドアだったのでは。無念。はあ、押すドア、別にこれない。あ、ちょっとここ調べられない。なるほどね。どうしような。でもこれ右行ったらディフェンスブタがいっぱいおるんやけど、確か。お、手裏剣落とすん、君。何も書いてない。これは？第一の太陽の時代は洪水によって、第二の太陽の時代は風の力によって、第三の太陽の時代は火の神によって、第四の太陽の時代は嫉妬火の雨によって滅ぼされた。マヤの予言の書と同じものが書いてある。待ってよ。洪水、風、火、雨。これってさ、さっきの左に行ったところ。うわ、復活しとる！うわ、復活しとる！最悪最悪！やばいやばいやばい。すっげえ立ち悪い。危ない。多分、これ一撃でも食らったら絶対死ぬ自信があるけど。待ってよ。何やったっけ？ちょっと待ってよ。忘れた。忘れた。まあまあ、せっかくだけど、ちょっとこの。あの豚危なすぎやろ。多分やけど。さて、これここにおったら大丈夫。オッケーオッケーオッケー。これ何？あ、え、お化け。何か買ってくれ。これ何？ギルドだ。一石の隠れた店を音で探知するぞ。あ、もっと買ってくれって。マジか。あ、でも重しと手裏剣は別に補充せんでいけん。60か。今65円持っとるけんな。買うか。買ってやるよ。もっとく、なんでやねん。感謝こそされとも、呪われる覚えはないぞ。かわいいな、この幽霊の顔。バイバイ。ちょっと待って。気のせいか。なんか今、店に入っとるとき、なんか右下のこの、女の人、動かんかった。気のせい。気のせいか。洪水。だって、水、風、火、雨、ね。水、風、火。あれ、雨な。右下のやつ、雨な。待って、じゃあ、試しにやろう。水。あっとるっぽい。水。で、風。風。風、これであっとるよな。これ、雨じゃないやろ、どな見たって。オッケーオッケーオッケー。風、で、火。お、来たんじゃない？これは。やった！え、でも何がどうなったんすか？え？ほわ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 言うたけど。ちょっとそいつやばいって。オッケー。あぶね！何がほわ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 言うか。あ、ああ！やった！なるほどね。これで、おお、え、そこどこに行く。ああ、やったやったやった。ってことは、よいしょ、よいしょ。
危ね、マジでめっちゃ怖い。でもさ、これ、あ、いける。結構順調じゃない？なんか、これは幸先いい感じがしてきたぞ。え？あ、で、これがさっきおったやつか。め、ちょ、待って、め、ちょ、待って、君たち、ひどくない？びっくりした、今。危ね、え？ちょっと待ってよ、ちょっと待って、あのゼルプとか、ゼルプとか遺跡にも扉、わしですよ、お元気遺跡の中にはドアらしきものがあるんですが、現代のドアとは少し違います。力任せに押してください。そうすれば開きます。開かない場合は反対側から押さないとダメです。遺跡のドアは一方通行なわけです。なるほどな。ってことはここ、危ない、ちょっとおい降りてこい、お前ら、ちょっと降りてきてからゆっくり進ませてくれ。こいつは絶対落ちてきそうな気がする。ってことは、なるほど、もうこっちから一歩通行やけん、もう帰れんわけや。よし、行こう。危ない。これは？ちょっと待って、俺、重しないやん、もう。え、やば。重しが欲しい。ちょっとこの爆発豚。豚ボムがやばい。いや、ちょっとこの象たちもやっつけよう。大体敵は、あの、小杉がちゃんと自らの手でやっつけたら、復活せんっていうのも分かったね。つえ、あの赤いやつ強すぎ。なんとかしてあの骨攻撃を防がなきゃダメだ。おや、むしろ俺がすでに骨だな。はぁ。お、もう何度ここに落ちたことか。これも罠か。はぁ。ちょっとあの豚やばい。てか、重しが欲しい。ちょっと待って、タイトルってどういうことですか。え、まさかセーブしたとこからやり直しってこと。コンティニューなし。うわ、やばマジかよ回収作業してきます。うわ、危ない。よし、戻ってきましたが、戻ってきましたがや、重りもさっきと全く同じ状態。オッケーオッケー。これなんだ、この真ん中の丸太みたいなやつを叩いたけん、さっきバーン来たん。あぶね、よしよしよし。で、何、太陽の神殿にそびえる棒を、罪人を閉じ込める罠を新たに仕掛ける。開くための鍵も新たな壁に埋める。壁に埋める、うわ、ここも重りいるやん。重りめっちゃいるやん。やば。マジか。重しが欲しい。これ何？これなんか、顔か。横顔か。なんか見つめるどうのこうのなんとかかんちゃらって言ったよ。まあ、それにしたってもちょっと重しを探しに。うわぁ、何？危ねえ、こいつ強い、危ない。こいつあれやな、け、動きが早い。危ねえ、ちょっと待ってよ。卑怯戦法でいこう。あ、いけるぞ。どうや、たあいもない。ただ面白として欲しかったな。いや、なんもないんかい。ちょっと待って、左めっちゃ顔おるけど、なにこれ。ここどうのあたり今。はぁ、あ、あー、じゃあ右2箇所が一旦端っこやけ、右行こうか。普通の骸骨。は？待ってよ。なんか岩が3つあるけど。痛い。これさ、痛い。あ、危ね。聖なる灰に記憶を注げ、この地にいたと記録を残せ、そして聖灰を高く掲げ、記録した地を思い起こせ。さすれば何時を再びこの地に立つだろう。はい？
俺が見つけた抜け道だ。この遺跡は不思議なつながりをしているようだ。何ここ、あ、え、あれ、え、あ、やば、え、めっちゃありがてえ。ってかこれあれやん、さっき通ってきたところの途中で落っこちたやつか。ちょっと待ってよ、どうしよう、先にこっちどうにかしよう。こいつなんだ、これ何で出てきた、これあれ、右下に白い床があるけどさ、なん、多分これこのまんま落っことしても、あそこなんかこの若干の隙間が埋まらんのじゃん。けど、あ、わ、待って、わ、あっとるかな、なんか分かった気が、あれ違うか、え、キュンキュンキュンうるさい。あ、これでいいんじゃない、これで、オッケーオッケーオッケー、よくないんじゃない、これダメじゃないダメやんえ、やべ、完全に謎解きやな、これ。ちょっと待ってよ、あ、こ、壁画見よう。考古学辞典、時計仕掛けの神、メキシコのオルメカ文明の遺跡ラベンタから発掘された、あれ、竜の形をした機械にまたがる人間のように、何これ、場所移動したらリセットされる、危ない、あ、オッケーオッケー、リセットされた。これさ、復活する敵と復活せん敵の違い何なの、次に重し落としてくれませんあなたたち、ちょっと考える。で、多分純粋にさ、これをこっから落っことしたら、いけるのか、ちゃう気がする。こいつ光線出すときとさ、その違い何だ、はっ、あ、ほらほらほら、やっぱ詰まるやろ。ちょっと待ってよ、もうあれかな、なんかまだな気がする。ここの謎解きはまだ俺には早い気がする。ちょっと一旦、もう一個下、下、いや、一旦右行こう。で、ちょうどここ白い床があるけん、ここはめてもうて。あ、痛い！本当に許さねえ、こう思う。危ない、ちょい！オッケーオッケー。どうやらこの遺跡には店らしきものがありそうだ。俺はもう死ぬので関係ないけど、店、とりあえずそこの宝箱の中身見よう。おい、何、聖杯を手に入れた。あ、何、ゼレプト、聖杯は便利です、わしです。あ、なんか普通やな。導きの門もそろそろ歩き尽くした頃で、全然全然、聖杯という宝物があったと思うんですが、とっても便利な宝物です。遺跡の中にちょっと形の違う石碑があったと思います。その石碑を読むと、聖杯にその場所の記録が注がれます。それからは聖杯を使うと記録した場所に移動、めっちゃ便利やん。え、ただこれセーブじゃない、あ、何、これもあれか、常に持っとる状態っていうか使える状態なんだ。ポーズ画面でアイテムボタンを押して使うことができる。え、マジ？すげえ！え、どうしよう、一回戻ろっかな、ヒットポイントはな、ちょっと一回セーブしたいんだな、正直。ここは？口で加えてつながるもの。一人が飲み込めば一人が吐き出す。はい？あ、このなんか真ん中のあれかな。いった！ほら、あ、でもやっぱ重り使うとこ多いな。二人の強者、静かになり孤独、高き場所に届く意志。強者とは、え、やば、ちょっと情報量が多すぎるよ。え、これなんなん、飲み込むと、あ、なになに、こっちの方で砂がボサボサっと落ちたけど、あ、あ、ちょっと待って、いけるいけるいける、ちょっと、よっしゃ、ちょっと待って、どこ行く、どこまで行くねん。あ、で、ここに来れると、
やったと、こいつで、ちょっと待って、おもし、またおもし。おもしがやばい。アンクは8つ、巨大な塊を守る8つのアンク。赤き輝きを、アンク、赤き輝きを、アンクジュエルをかざせ、アンクに眠るガーディアンが何時の力を試すだろう。はぁ、あ。ガーディアンっていうのがボスなのかな。うわ、やべえ、おもしがマジでない。おもしがマジでない。やば。おもし。でもな、おもし1個10円やもんな。10円も持ってないのに。これさ、この顔みたいなやつ、横顔みたいなやつ。向こうの橋にもなかった。あ！来たやん。ただどっかで落ちるって書いてある。ここにもおもしかよ。やべえ、マジで。ん？こう上に行ったの何だ？え？どういうつながりなの？ここやっと来れた。あ、なるほどね。やった。水を恐れるな。水の流れに逆らい登り詰めた者に水は応える。聖なる池を越えて行け。これは何なの？空のなんとかっていう、この右上のエリアから行けるところに繋がっております。なるほどね。ちょっと待って、これ中身何ですかい？やべえ！めっちゃお金もろた！じゃあちょっと一回戻るか。ちょっと一回戻って、セーブだったりとか、ちょっと重しだったりとか集めてこい。